尾張旭駅は愛知県尾張旭市東大道町原田にある名鉄瀬戸線の駅である。駅番号は ST15。尾張旭県社宿が隣接することから、普通には当駅にて、始発、折り返し、終着の運行設定があり、平日朝には、準急一本にも境町発当たり駅行きの設定がある。本校では尾張旭県社宿についても記述する。 セット開業時に、当時東カスガイ軍新井村に設置されたことから、新居駅として開業した。1970年の終わり朝日市発足を受けて、翌1971年を終わり朝日駅に、改称した。古くから、現在の駅の位置の西側一つ目の踏切の東隣にあり、相対式2面2線ホームの地上駅で、1994年7月3日、 100メートルほど東の現在の場所に移転した。折り返し用中線の終わり瀬戸川左が1.2番、右が3.4番線ホーム島式に面3線ホームの京城駅。ホーム有校長は6両分相当。中央の一線は大曽根栄町方面への折り返し用で、両側に2番線、3番線ホームがある。この線の終わり瀬戸よりに車止めがあり、 線路は東にある踏切の手前で途切れている。また、線路自体の有効長は4両編成2本に相当するものがあり、夜間には2編成が留置される。2番線側は校舎専用で、隣の1番線が尾張瀬戸方面ホームなので、当駅止まりの電車から階段を使わずに尾張瀬戸方面に乗り換えができるようになっている。エレベーター2基及び、 多目的トイレが設置され、いわゆるバリアフリー化がなされている。列車案内については、LED 表示によるものほか、自動放送により行われている。終わり朝日検車宿は、瀬戸線車両の保守、検査を行う瀬戸線唯一の車両基地であり、終わり朝日駅の西方に位置する。もともとは輸送力増強に伴う6000系の増備のため、2000年のダイヤ改正時に、 夜間大白用留置線4本で発足した。セット線では60年以上にわたり北山駅隣接。敷地面積は約1万8000平方メートルであり、研修棟、管理棟、土木、電気総合詰め所などを要する。校内には4両編成対応の検査線4本と、留置線6本、線上線1本、保線車両用留置線1本があり、4両編成9本の 留置が可能である。研修棟では、全般検査や重要部検査も行われるが、台車や床下機器は取り外して、岡崎市の前木検査場へ陸送の上検査される。検査船4本のうち2本は、仕業検査や交番検査用、残り2本には車体を吊り上げることなく、台車を取り外すリフターなどが設置されており、全般検査や重要部検査に対応している。 当検市区では揮発性塗料の車体塗装設備が設置されておらず、検査の際に普通構成車両へ塗装する場合は、水性塗料が用いられた。これは、周囲の環境に影響を与えにくいことと、将来的に塗装が不要なステンレス車に統一する計画があったことによる、2012年にステンレス構成車両への統一が行われた。また、 検索開設以前に現在地にて6000系が瀬戸線へ搬入される際のトラックから線路へ下ろす作業や3730系、3770系、3780系の解体作業が行われたことがある。2008年の4000系の搬入はここで行われた。港内入れ替え用に安都工業製の車両移動機が配置されている。 北山県尺だった頃は出三370系電気、機関車が校内入れ替え用に配置されていたが、県尺移転の際に廃車され、置き換えられた。北口にある、尾張朝日駅バス停。南口にある、市役所バス停。名古屋鉄道 ST、瀬戸線急行大森、近城学院前駅尾張朝日駅三里駅。準急、普通朝日前駅尾張朝日駅三里駅自動。 放送は1.2番線が女性、3.4番線が男性である。抽選に電車が到着すると2番線と3番線の放送が同時に流される。日本鉄道旅行地図帳追加、定保7号、東海鉄道フォーラム、地方鉄道停車場名称変更、官報1922年3月2日、名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、 1994年、879ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道。1994年、1012ページ。AB 終わり朝日市の統計2006年度版、黒く8から9は一県終わり朝日市 AB、清水、竹地、田中義人、名古屋鉄道車両市下巻アルファベータブックス。2019年8月。 136ページ。AB 駅時刻表。名古屋鉄道。名鉄バス。2018年2月24日。閲覧。伊藤慎吾。検索の概要。鉄道ピクトリアル第816巻。電気車研究会。2009年3月。59ページ。電気車研究会。鉄道ピクトリアル通関第816号。2009年3月。臨時増刊号。特集名古屋鉄道。 間末折り込み、名古屋鉄道廃線略図、伊藤慎吾、検築の概要、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。市の統計終わり朝日市。 令和元年度移動東欧円滑化取り組み報告書。名古屋鉄道。2020年11月25日閲覧。朝日新教育に関するカテゴリー。終わり朝日県社宿に関するカテゴリー。ありがとうございます。